はい、こんにちは。山形県の塩田養鯉場です。今日塗装作業をね、沼上げに、稚魚池に向かいたいと思います。何したの？行かないの？おい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 。はい、今日は曇りでね、作業がしやすいですね。塗装作業ね、今日はね、収穫していきたいと思います。餌を止めてるのでね、表面には浮いてこないですね。よし、網を下ろします。ここは紅白のね、稚魚が大きいものですと15センチくらい、10センチから15センチくらいのところですね。水が緑で綺麗だ。どんなのがね、上がってくるか楽しみですね。模様のいいのがいたらね、紹介したいと思いますけど、なかなか作業にね、没頭しちゃうと紹介しないでね、そのまま池にね、放流しちゃったりとかしてるので、いいのがいればね、紹介したいと思います。いや、跳ねるな。すごい跳ねる。なんかいい模様いるだな。これかな。ちょっとこれから読んだよ。はい。ここにもいっぱいいるな。踏んじゃう踏んじゃう。なんかいいのいる？やっぱり子どめのいいな。いい。使うでもいいしな。山田っそ。はい、紅白ね。見られる。ちょっとパラパラしてるかな。はい、このこういう鯉ね、良くなりそうですね。大型鯉でね。はい、はい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 、いや
先ほど紅白のね沼を上げてきまして、これからね選別をかけながら潜水圏の方にね入れていきたいと思います。捕鯊魚ですね、いいのいるといいんですけどね。
ルテンですね。こっちはそれなりにいいのと、まあ2番、こっちはね、2番ですね。ここにちょっといいのを入れてるんで、まあ大きな池にね、放流する前に、ちょっといいやつをね、紹介したいなと思いますので、こちらにとりあえず入れてね、またそこからいいやつをお見せしたいと思いますのでね。で、こっちがね、弾いたものですね。選別から弾いた鯉がこちらにありますね。選別落ちですね、これで。
どうでしょう、それなりの模様ですね。小模様のいい感じ。どうでしょうこれ。うわでかいな。まあいいか。でかいけど模様がいいから。飛びですけど模様いいですね。跳ねる跳ねる。お、これ良さげですね。はい、私のね選別した紅白のね、まあ、良さそうなところ、縦鯉とかね大きくしてから大きくしてもいいですし、今キリッとしてね品評会に使えそうなのも、まあ、数本いますね。まあまだ沼から上がってね嵐上がりなので、締まってくると真っ赤になってね綺麗な紅白になってくると思います。こういうのとか、こういう模様がね良くなってきたりとかします。いうのまだまだいいのがね、これから選別してればねいいやつが出てくるかもしれないですね。はい、あ元気がいい。はい、こっちがね、まあ選別から弾いたチュッパゴイですね。選別から弾いたものですね。紅は薄いですけど、まあ、はっきりね赤くなってきたらね一級品になるかもしれないですね。青いところね